はい、皆さんこんにちは、りなです。今はドイツに行ってクリスマス前です。クリスマスといえばクリスマスツリーですよね。ドイツは本物のクリスマスツリーを買いますので、今から買いに行きたいと思います。行きましょう。雪がまだちょっと残ってます。クリスマスツリーはちなみに毎年12月に入ってから売られている。でどこの町と村でも売ってるので、私たちもマークチュワーベンにいくつかのところで売ってます。今から車に乗ってその一つのところに行きたいと思います。私の家族はちなみに毎年クリスマスの1週間前ぐらいからクリスマスツリーを買ってて、はい、着きました。ここの何もないところにクリスマスツリーが売っている。こんな感じに本物のキーが1個ずつ置いてあって、そこで好きなものを選んで買って帰ります。いろんなサイズがあって、 Was suchen wir? Ungefähr 2 Meter? Oder 1,80? Ja. これがなんかいい感じになってるっぽい。全部大きさとか種類によってちょっと値段が違うけど、39ユーロから69ユーロの間になっている。これとかもいいかも。But there's still a bit cold。ちなみにめちゃめちゃいい匂いする全部。Die sind alle ein bisschen klein。木の種類が全部一緒だけど、まあ大きさとか横幅とかいろいろあって。で、viele Äste。Aber so sehen doch unsere Bäume eigentlich immer aus。Ja。Oder? Ja。はい、パパが決めるのが早い。これにしました。OK です。で、今からは一番面白いところが来るんだけど。ここでこれを積んで、Dann musst du es zu Hause nicht machen. Mhm. Ja. こんな感じで積んでます。いや、はい、買いました。で、今から車に入れなきゃいけない。Du darfst das alles umlegen。で、入るようにちょっと全部椅子を倒して、木を前までに全部入れなきゃいけない。この木は180センチぐらいはあるかと思う。はい、これで入りました。で、私は後ろに座るしかない。
そこ木の音も。はい、じゃあそれでは家にクリスマスツリーを入れる。片手でちょっとやりにくい。よいしょ、 OK。はい、うん、ふん、オッケー。はい、でクリスマスツリーは24日にしか使わないので、それまでは私たちのガーデンの方に置いときます。でまあその綺麗な緑が長くて続くためにちょっと水に入れて置いておきたいです。ほぼ全員のドイツ人が多分クリスマスツリーを本当に本物を買って、毎年そのクリスマス前に買って、クリスマスの日に飾りをつけて、で、1月の6日かな、それまでに、少なくともそれまでに置いておきます。雪がちなみに溶け始めましたよ。クリスマスまでにか多分全部溶けちゃう。ホワイトクリスマスにならなさそうです。残念よっ。はい、でこれで24日までここに置いておきます、4日間。はい、こんな感じでクリスマスツリーを準備できました。クリスマスツリー購入はこんな感じです。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。